俺バイトの時とかさ嫌だったもん、年下で、ちょっと教えてくださいみたいな。なんか年下でちょっとブイブイ言わしてんのよ。どうも気をつけて。わかんないから何も、居酒屋で。いらっしゃい。あの感じがもうね。いこさんが。ありがとうございます。ま、大学バイト何してた？全くないもん。バイトっすか？結構遍歴はあります。大学じゃない。本当にそうなの。居酒屋のバイトしかそのイメージはなくて。なるほどね。一番最初ブックオフ。ウコウって言ったら、ウコウさん、俺さ来たっけ？多分まずブックオフが働いて、ブックオフが昔は今バーコードで読み取って、そのもうバーコードで貼るやつなんですよ今。前は店員が10円みたいな感じで、昔はもうあとし。ちょっと汚いが綺麗かな。まあ多少あの高い系のやつはリストがあったんですけど、で昔のちょっとレアなやつとかは10円みたいなでやれてたんで、今ある程度リストがあって、そうそう、いやもう今もうデータでやってるんですよ。あ、そういうことか。バーコードリーダーなんでいくらみたいな、はい、ピッて出てくる。僕も次は小島電機。あ、やってた電気屋やってたらないわ、はい、それはもう時給が高かったからです。ああ、はいはい、覚えてる覚えてる覚えてる。それは結構楽しかったですよ。で、居酒屋。まあいろいろやりましたよ、でも。ハンバーグ屋とか。あと日払いバイトとか。やったわ、俺もう曽山と一緒にやったわ。大学1年生の頃。もう金がすぐ欲しくて、なんか分かります。その日に欲しくて登録してやったらさ、なんか掃除の、はい、なんかその日雇いのバイトで、そのボクシングの世界チャンピオンの竹原みたいな、なんか感じみたいな、感じみたいな、あ、そうそうなんで、めっちゃ怖いんだよ、そうすると思って。そういうとこ大概そういう人っすかね。で、なんかその金髪みたいなやつが、はい、中ボスみたいなやつがいて、そいつが俺らに教えてくれるんで、竹原はさらに上のボス幹部的な幹部なで、その金髪のやつがすげえ俺らに教えてくれるんだけど、めちゃくちゃ辛くて、掃除だから掃除ってどのレベルの掃除っすか。いや、なんかね、倉庫でなんか部屋をね、なんか分かんない、あれ何なんだろう、あの殺人事件が起きたかな、あれ部屋はとにかくなんか汚いの、ずっとこう、全然落ちてんだ、しかも。ああ、もうそういうクリームでビューみたいな。そう、バーってやって、俺と妻はもうほんと汗だくにやってやってて、うん、で、その金髪のやつが、その竹原と、なんか話してんだよ、うん、よく聞いたらさ、なんかいつまでこんな仕事じゃなくてさ、まあ、いつかはさ、お前が楽になるからよ、なんか、すげえ意味深な社員だろって、強強落ちてるんですかね。でも俺とさ、もう本当に昼とか、その休憩行っていいよって言われて、コンビニに走って、で、ジムタ座っておにぎり食ってつれえなーって思って、で、また昼の午後の部やって、はい、ずっと夜遅くまで、いつ終わるんだろう、これずっともう掃除させられて、で、ようやく、もういいよ、お前ら帰って解散。その日、8000円もらえたかな。体ボロボロよ、もうほんとしんどくて、重いもんとか超持たされてたもんね。8000円ぐらい。え、その時もスタヤやめてたの？で、それね、前、スタヤの前。その次が俺、カラオケだもん。カラオケ？俺、カラオケバイトしたの。楽しかったのよ、はい、変なやつすげえダメだよ、うん、俺、ミュージシャン目指してんだよ、みたいな。はい、まあ、いますよね。出会い系めっちゃやってるやつとか、うん、で、ギャルだけど、すげえギャルで若くて、俺よりも全然若くて、キャピキャピした子が、店長とすごい仲いい子がいて、はい、なんかまあいろんなやついて面白くなんて、でもそのギャルが突然ある日なんかその店長を訴えたらしくて、その店長に飛ばされてて、何があったの？セクハラされてるらしいんだよ。あんな仲良かったのに
と耐えたらしくてですね。ギャルが耐えるってなかなかないです。作ってやった幹部に。怖っ。で、その店、その2ヶ月を潰れたから。お待たせしました。なんかね、はい、俺仕事するときってあんま話しないんだよ。はい。なんか、オーラ作るみたいな。俺すげえ作る。なんかね、仕事してるときに話しかけないんだよね、俺。もっと話しかけんじゃねえ、オーラすごいなって。話しかけ安いようなバイトなのに居酒屋とかカラオケとかホールアイわけアイアイバイト系なのにホールで入ってるのにキッチンに追いやられてから最終的には無理だよ。それやばいっすね。そういつか戻すからさって言ったやつがすぐどっか移動だったからで次の店長来たらこいつはあキッチンのやつなんだみたいな。僕はあのステーキ屋、ね、ロイヤルホストグループの気温も違いますよね。もうそれは半2ヶ月ぐらいでバックれたんですけど。あ、だからバックラインある。その時あのステーキ屋でロイヤルホストグループの第1号店だったんですよ。新規応対に地元にできて、なんか皿洗いが1000円ぐらいでもらえたんで、皿洗いで1000円もらったら楽勝じゃんと思って帰ったんですよ。で結構あの1号店だったんで、新業態本部から結構あの部長的な人が来てたりとか、うん、でも大盛況で、僕はなんか休憩中に何気なく喋ったおっさんが結構偉い人でさあなんかいい感じのなんか会話え、小林くん今何やってるの？今あの下がらないホール出てみようとかで僕その時全然ホールやなんかやりたくなかったし、あのホールがカウボーイハットかぶって、なんかあのシャツカンガリーシャツみたいな、絶対嫌だわと思ってたんですけど、もうプッシュされて、うわ厳しい、やったハンガリーハット、タンガリーシャツ着てる、テンガロンハットか、テンガロンハット着て、萩原流れで、そうそう、地元だから友達とか結構来て、厳しいなそれ、それもやった、店長が、その時あの大学4年生か、でもすぐかかってたのに言ったんですよ、で年末年始、年末前ぐらい店がオープンして、年末年始のシフト出してた時に。年末年始結構出たんですよ、あの人がいない時で出たんで、ちょっとあのそれこそ期末の時ちょっと休ませてくださいって、もうやばいんでテスト点数が期末があの単位がやばいんで、そういうこと言うとか言い出した、僕あの結構年末年始出たじゃないですか、そういうこと言うとか、もう勝手にシフトが組まれてたんですよ。もうさ分かるよ、うん、あれムカつくよね、もう自分のことしか考えてないんだよね、あいつの社員って。わかりました。で、次の日めっちゃ電話かかってくるんだから、パチンコ行きました完全無視。俺芸能関係のバイトしたことがあると思った今懐かしい俺エキストラのバイトしてた大学生第一年生でだから俺ちょいちょい出てるんですよ PV とか。マジっすか。マジで何の PV ですか。全然覚えてないんですよ。ユーミンの曲の PV とか出てるんですよ。本当にもうかすかに言ってる。本当にもう分かんないよ、後ろさらそのレベルだけど。そうだね、俺渋谷で歩いたらスカウトされて、すごいなんか映像見たらもう街がグレーに、まあ、やってみようかなと思って、大学生の話あれはないよ、塚本隆史とか生で見たやつ、給料いくらぐらいもらえる、ね、全然足しない、5000円とかも1回ちょっとずつ出てるじゃない、まあ、貴重な体験をしたの、もっつだけど、あいつやばいバイトで出たの、部屋にこもってだっけな、じっと映像を見てるバイト気狂うって言ったらめっちゃ気量いいんだけど、何の誰なんですか、愚痴ってのこれですけど、これやんなまたやらなきゃいけないんだよこれ、ずっと部屋にこもって画面を見る
意味わかんねえバイト怖すぎでしょ、そのバイト給料めっちゃいいんだよでもね、もっちゃんを必死に俺訴えた給料じゃなくて、精神が崩壊するからそうなんだ